会議には国や県、自衛隊、消防をはじめ運輸建設業などの生活インフラを支える事業所を含む55の機関が参加しました。災害対応の基本となる地域防災計画ではよりきめ細かく地域の事情に対応するため対策本部会議の本部長に八代市の旧町村単位となる支所長を追加しました。八代市では避難所の運営管理を QR コードで行うシステムを来月から運用開始し避難所を利用する住民の安全確認をしたり健康管理の状況を家族や近親者にメール通知したりするということです。